こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今日はこちらトリデンテのエナメルミニウォレットをご紹介したいと思います。はい。はい。これね、このトリデンテのロゴがほんのり入ってるんですよ、はい、あ、これブランドのロゴなんですね。そうなんです。おしゃれ。3人のクリエイターが一緒になってこのトリデンテを作り上げたということで、はい、3人のクリエイターを表したこの T の文字が3つ重なるっていうロゴになっております。で、このロゴもちょっとこう光で照らすとすごいね、こう線がこうピピピピってこう走ったようにこう光が反射するんですね、うん、確かになんか凹凸が感じられます。ほんのりと凹凸があるんですけれども、はい、これは牛革の上にラバープリントで細い線を二度刷りして、うん、その上からエナメルをかけるっていうコーティングをしています。エナメルが上の層にあるんですけれども、この下にラバープリントの線がこうキュッと盛り上がることで、うんうん、このエナメル自体もキュッと盛り上がって、こういうほんのりとこう光を反射した時にその凹凸が分かるような革になっております。すごいこだわってますね。そうなんですよ。このクリエイターの方たちのこだわりがすごく見えるような革になっております。うん、はい。で、この形なんですけれども、一応前からこうご覧いただいている分にはコインケースに見えるかなと思うんですけれども、うん、実はお札もカードもきちんと入っています。え、はい、それがですね、はい、こちらに、あ、ここに2つ折りのお札がサクッと入っております。へえ、ほんとだ。はい、はい、2つ折りっていうのがいいですよね。なんかこう2つに折るのと3つに折るのとじゃ手間が全然違いますからね。そうなんですよ。この2つでこう1回だけ折ってサクッと入れるっていうこのスッキリ感がすごくいいかなと思います、うん、はい、で、この下も上もこの縫われていなくてこう通る形になっているので、うん、このマネークリップとしてこうサクッとお札を入れた時に、うん、この前からこう干渉しない、うん、前にこう見えないような設計になってます。 お札は出しにくくないですか？入れにくさとかは今ね、2枚入れてるんですけど、はい、ちょっと皮が硬いので今はちょっと入れにくいかなっていう感じはします。その入れるところの素材って革ですか？はい、この裏側もスウェードを使用してるので、あ、皮がちょっとずつ柔らかくなってきたらこのお札ももう少しサクッと入りやすくなるかなというところです。なるほど。で、お札の、その入れやすさっていうよりもこのスウェードを入れることで入れにくいんですけれども、うん、お札が逆に滑り落ちない設計になってます。へー、はい、なるほど。どうしても入れやすすぎると、うんうん、ここにお札入れといちゃうと、うん、落ちてしまうっていうことも考えられるので、そうですね、うんうん、あえてちゃんとこうスウェードでぴったり止まってくれるようにしてます。へー、はい、じゃあカードはどこなのかっていうところなんですけれども、うん、カードはですね、この横にポケットがしっかりありまして、本当だ、この中にバイオカードが入ってます、はい、このカードポケットもカードの横幅よりも少しこう余裕があるような作りになっておりますので、うんうんうん、少しカードも3枚4枚程度入れていただいても、はい、ちょっとの膨らみだけでこうサクッと収まってくれるような設計になってます。なのでもう必要最低限のカードとちょっとの小銭、そしてお札を挟んでおけるまさにミニ財布となっております、うん、はい、小銭入れはもちろんこういうボックス型で今数枚小銭を入れてるんですが、すごく見えやすいので、うん、小銭のハケもすごく良くて、確かに、はい、小銭のハケがいいお財布って何がいいっていうと厚みが少ないっていうことなんですよね。うーん、小銭がどんどん出てくれるので、うん、溜まりにくくてこの薄さもねしっかり保ったままお使いいただけるかなと思います。おー、このアイテムの詳細については下記の概要欄のリンクからチェックしてみてください。この動画が良かったらぜひチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラムのフォローもお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。